皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそモデルプレスイコール2024年3月28日 SnowMan のメグロハスが28日発売の雑誌「ヌメロ東京ヌメロ東京」5月号特装版増刊カバーに登場背中ざっくり衣装で背筋を大胆披露した写真「メグロ美しい背筋を大胆披露」「メグロ鍛えた背筋大胆披露」 フェンディの2024年春夏メンズコレクションをまとい、モードな撮影に挑戦。新しく、美しいアティチュードを見せた。目黒とフェンディの出会いから、目黒の人生を変えた出来事までを綴ったロングインタビューも掲載。10ページにわたる、目黒ハスが紡ぐ、フェンディの物語を特集している。今年2月、フェンディのジャパンメンズブランドアンバサダーに就任した目黒。 1>, 1月にイタリア・ミラノで開かれたコレクションでは、著名なセレブリティと肩を並べ賞に参加した目黒の姿が世界中のメディアで話題となった。くしくも、目黒が初めて買ったハイブランドの服はフェンディブランドの歴史はフェンディ夫妻の2人から始まり、今や世界的なメゾンに。それはすごいことだなと感じます。フェンディの歴史に僕も少し携わらせていただいたという、当たり前ではない。 今の自分の環境に感謝しながら、ミラノでショーを見ていました。と、まるで何かの運命に導かれるかのように、目黒とフェンディの物語は始まった。目黒蓮、見える景色が変わった暗黒期を振り返る。表現者としての演技が評価され、昨年、第45回横浜映画祭最優秀新人賞、そして今年2月にはエランドール賞新人賞を受賞。 エンターテインメントの世界を歩み始めて、今年で13年目。目黒が見ている景色は、どんな風に変わっていったのか。デビューしたい、というと、いや、お前は絶対に無理だろう、と周りから言われていることは分かっていたんです。当時、何をすればいいのかも分からず、何をしても全然、先が見えなくて、本当に真っ暗で。ただ言われたことをやっていたハチ。 9年目までに僕が見ていた景色はずっと同じものでした。でも、ステージの「バミリ」まで椅子を移動させるときでも、自分がやった意味をちゃんと残さなければいけないということを知ってから、見える景色が変わりました。奇跡的にデビューできて、ちょっと求めてもらえるようになったのが、本当に最近のこと。でも今は、そんな自分を好きになれています。気持ち一つで 人生はこんなに変わるんだということを身をもって知ることができたから。この他にもヌメロ東京公式 YouTube チャンネルでは撮影メイキング動画も公開する。人気グループ SnowMan のメグロハスさんが3月28日に発売されたファッション誌「ヌメロ東京」装「不創者5月号特装版増刊」の表紙を飾り、紙面に登場した。フェンディー の2024年春夏メンズコレクションのアイテムを着用美しい背中を見せている写真特集「メグロレンフェンディ最新メンズコレクション」を着こなしたフォト紙面のフォトを一挙公開紙面ではメグロハスが紡ぐフェンディの物語として10ページの特集を掲載今年同ブランドのジャパンメンズブランドアンバサダーに就任したメグロさんはインタビューで奇跡的にデビューできて ちょっと求めてもらえるようになったのが本当に最近のことと自身のことを語っている同志の公式 YouTube チャンネルでは撮影のメイキング動画を公開特装版の内容は通常版と同じスノーマンメグロハスが本日3月28日発売の「ヌメロ東京ヌメロ東京5月号特装版増刊表紙に初登場フェンディフェンディ のファッションン撮影や独占インタビューも掲載される画像、目黒連肉体美、際立つ背中ぱっかりノースリーブ姿。同志の公式インスタグラムでは、背中が大きく開いたノースリーブ衣装をまとった目黒の姿や、彼の腕の筋肉が際立つショットなどを公開。フェンディの2024年春夏メンズコレクションをまとい、モードな撮影に挑戦。新しく、 美しいアティチュードを見せてくれた彼とフェンディの出会いから彼の人生を変えた出来事までを綴ったロングインタビューも掲載10ページにわたる「メグロハスが紡ぐフェンディの物語」を大特集していると告知しているまたメグロは自身のインスタグラムにて「ヌメロ東京5月号」本日発売ですちょっと挑戦した撮影でした感想を聞かせてくださいと投稿 同志のカバーや撮影風景の動画を公開したファンからはノースリーブからのぞく肩からのラインが最高に美しいですセクシーなのにエレガントこれはハスくんだから出せる雰囲気ですねこの表紙のハスくんすごくかっこいい男らしさと色気を感じますなどの反響が寄せられているさらに同志の YouTube チャンネルでは目黒の特集映像も公開されているどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。